レーニン平和賞メダルレーニン平和賞、メダルスターリン平和賞の切手国際、レーニン平和賞はソビエト連邦がノーベル平和賞に対抗して創設した賞。主に著名な共産主義者や外国のソ連支持者に対して贈られた。ノーベル平和賞と違い、1年に複数の人々に贈られることが多かった。1949年12月21日。 ヨシフ・スターリンの70歳の誕生日を記念して、ソ連最高会議官部会は、国際スターリン平和賞を創設した。国内外の平和貢献者に贈られたが、主にソ連の国家行政、とりわけ社会主義、共産主義への貢献に対する報奨の性格が強かった。1956年、ニキータ・フルシチョフが、スターリン批判を行うと、9月6日に、 国際スターリン平和賞は、ウラジーメル・レーニンの名を冠した国際、レーニン平和賞と改められた。それまでに、国際スターリン平和賞を受賞した人々には、返還が求められ、改めて国際レーニン平和賞が贈られた。1991年に、ソ連が崩壊した後、国際レーニン平和賞は、ロシア連邦政府によって廃止された。 国際霊人平和賞は世界平和評議会による世界平和賞と混同され、安いが関係はない。また、ソ連国内の芸術家や科学者に贈られた霊人賞とも混同され、安いが別の賞である。マンデラが1990年に受賞した時、彼は国中にいたため、実際に受け取ったのは2002年になってからである。ありがとうございます。